多い箇所としては頬周り、お鼻の脂肪、顎下、頬下の脂肪の膨らみですかね。小顔スペシャリスト、カズ先生です。トモカ社長です。トモカさん始まりましたね、はい、今日もよろしくお願いします。今日はですね、脂肪溶解注射を打つことによって、はい、脂肪を減少させていくという方法について説明させていただきます、はい、他にも美容皮膚科に関する動画をアップしておりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。脂肪溶解注射の効くパーツとかってあるんですね。日本人の場合は胸骨臼というここが高い方が多いんで、顔が小さく見えないということで、多い箇所としては頬周り、お鼻の脂肪、顎下、頬下の脂肪の膨らみですかね。脂肪溶解注射ってどんな注射なんでしょうか。1箇所 1cc を打つとするとこのぐらいの大きさが一部になるんですよ。二の腕に打つとしたら面積が広いので、片側20箇所とかいうことになります。顔でしたら顎下も入れるんだったら10箇所とかいう感じですかね。そこの場所を冷やして細い針で打っていくという感じになりますかね。実際の施術の風景はこのようになります。施術はですね、脂肪があるところではどこでもできるんですけども、注射で刺すことになりますので、冷却して痛くない状態にしてから脂肪を減らしたい箇所に注射を打っていくことになります。時間としてはお顔でしたら注射しても5分以内ぐらいですかね。脂肪溶解注射とおすすめの組み合わせの治療ってありますか。フェイスラインが気になるとか膨らみが気になるという方が多いので、エラに関しては骨の上に筋肉が乗っているので、噛む筋肉を打つことによって横を小っちゃくしていったりとか、後傾筋といいまして首に筋肉がついていますので、首に打つことでナチュラルで上げていくという感じですかね。フェイスラインは顎のボリュームがないとフェイスが上がっていくに見えないので、全体を上げるという意味ではエルムリフトがおすすめですかね。引き上げたとしても個人差がございますので、局所的なものに関しては脂肪溶解注射を組み合わせるのがいいかなという感じですかね。今日はですね、脂肪溶解注射について説明させていただきました。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にホームページのリンクも貼ってありますので、ぜひご覧ください。インスタグラム、TikTok、Twitter もやっておりますので、フォローお願いいたします。無料カウンセリングも行っておりますので、ぜひご覧ください。次の動画もお楽しみにしたっけねー。